たら、奴の首は欲しい。ただ、あのバカでもいいだろう。そうだ、お前だ、クソ野郎。俺たちの車を乗り回して、手下どもを殺して回ってる。クソ野郎、お前だよ。聞け。車を乗り回して、俺たちの暮らしを見て、どう思った?おそらく俺たちを暴君、化け物みたいな連中だと思ってるんだろう。自分は英雄にでもなったつもりでな、あの魔女、ギウルと不幸な人々を解放するんだろう。俺は別にお前が完全なバカだとは思ってない。だからお前は心の底では理解しているはずだ。そうだろう。他に道なんてない。人間は化け物だ。化け物なんだよ。人を自由にしておいたらみんな殺し合っちまう。力と秩序がなく何でもできたらな。そこはジャングルと何ら変わらない。ずっと殺し合いだよ。そこら中血の海だ。力、法、秩序、信仰、文明が必要なんだ。わかるか。なぜなら法がなければ神がいなければ何をやったって許されるんだからな。知ってるか。到着したばかりの奴隷は野蛮だ。救いようがない。洞窟で何もかも忘れたみたいに生きてやがる。まるで腹を空かせた猿みたいな生き方だ。子供だってすっかり弱ってやがる。それでしまいには悪魔の腹に収まっちまう。俺は奴らに生きる目的を与えた。働き、奉仕し、作る。奴らは文明を作ってるんだ。それをお前は破壊しようとしやがる。俺の文明を。このクソ野郎。クソ、分かっただろう。運転できるうちに楽しんでおけ。酒を取ってくる。はい。じゃあ今回もメトロエクソダスやっていきます。トラックに乗ってあのオーロラに戻ろうとしたら急に無線が入ったんだけど、バロン様曰く人間を放っておいたら大体殺し合い始めちゃうんだから、我々がね秩序を保っているんだよっていう感じの言いっぷりだったけど、まあそろそろ会えることでしょう。じゃあもう探索すべきところは探索したんで、オーロラに戻るとしよう。ソウルは今何してんだろうな。どっかで見てんだろうな、ソウル。もうすっかり夜が明けて、朝だ。めっちゃ眩しい。オーロラ、オーロラどこだ。あ、オーロラいた。このトラックも積んじゃっても構わないんだけど、積めるとこないか。誰か、なんかやけに静かだけど。アルチョム、今ダミューと通信してるところだ。ボスも悪い。砂嵐か。した方がいいだ。地図が手に入った今、次はここから抜け出す方法を考える。これがまた難題だ。水が必要だ。オーロラと仲間たちのためにな。ステパン、リューク、
それにアリオシャは脱水症状を起こしている。それから燃料も必要だ。ここらの悪党が独り占めにしてるらしい。バロンというやつにも連絡を取ってみたが、やつの出した条件は受け入れられるものではなかった。やつらがどこで水を手に入れてるのかもギールに教えてもらったが、当然水場には見張りがいる。偵察したダミールによると潜入することは可能なようだ。アルチョム、準備ができたらダミールと合流してくれ。了解。任務の目標はオーロラへ水を持ち帰ることだ。失敗することは許されぬ。幸運を祈る。私が、いや、みんながお前を頼りにしてる。物資をね、手に入れないとね。オアシス。オアシス。オアシスなんてあったのか、あんな奥の方に。さて、この状況をどう思う、アルション。良いとは言えないだろう。それに、お客さんもやってきた。当然、もてなしてやったがな。けだものたちがステパンに突っ込んでいって、ことごとくミンチにされてたよ。俺たちが飛び出していった頃には死体の山だった。ステパンもその中で倒れてたんだ。最初は奴らがステパンをやったと思ったが、体には傷一つなかった。ひどい熱中症で倒れたんだ。今は駅舎の中で休んでるよ。他のみんなも調子は良くない。だからもしあの悪党どもが本気でこっちを潰しにかかってきたら、かなりまずいことになる。そうなる可能性は十分にある。あのギュールって女は俺たちを自分のゲームの駒として使おうってからに違いない。悪党どもを追い払えばまんまと彼女の思うつぼだ。だけど奴らがやってくるまでに今の脱水状態から抜け出せれば、彼女の裏をかくことだってできるはずだ。大佐の命令で病人と巡回した奴だけが水を与えられる。大佐自身も全く飲んでいない。だから中に閉じこもりっぱなしなんだ。大佐自身もかなり弱ってるから、そんな姿を見せたらみんなの士気も下がるって。これ以上士気なんて下がりようがない。水がないんじゃな。状況はかなり悪い。イエルマークは大気から水を凝縮させようとしているけど、砂漠のど真ん中だからな。これが今のところの状況だ。とにかく水と燃料が必要だ。両方とも太陽にな。オーロラは1時間に2トンの水を蒸気に変えるから、必要な燃料もバカにならない。はっきり言って俺たちは今崖っぷちに立たされてる。早く突破口を見つけないと厄介なことになる。少なくとも俺からはそう見える。はい。ギュール、ギュール、そんな悪いやつだとは思わないけどな。とにかく水と燃料だ。当然こんな砂漠地帯じゃ雨が降るわけもないし、オアシスで回収だ、水を。まあでもきっとバロンが邪魔をしてくるんでしょうな。まあ、向こうからしたらアルチョムが散々邪魔をしたんだけども、オアシス行こう。おーっとっとっと。こんなところにギャングがいた。俺たちの車に乗ってるぞ。出てこい腰抜け目って。道中にまだいるかもしんないな。まだ距離があるんだけど、これはソウルがね、ソウルがくれた車だから、もうあなたたちのものではない。ああ、ここもうろついてる。いや、もう突破だ。相手をしてる余裕なんてない、今、オーロラには。
か。おい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 、なんだと。こうなったらもう戦闘するしかないじゃん。いて、うわ近い。しかもまた砂嵐か。この視界の悪さに乗じて、あ、近づいてくるか。あ、部族民が引いていく。あ、違う。待って、どこへ行く。あ、お前はお呼びじゃない。どうしたの？急にやる気下がりすぎじゃない？襲ってきたのに。まだこの程度の砂嵐ならマスクはしなくてもいいか。もう前回の終了時点でバロンが激おこプンプンだったから、全力でアルチュも殺しにかかってきてるのかもしれないな。こんな天気、またかい。工場ってあそこになんかそんなめぼしい装備なんてあったか。っていうか部族民も全力で襲ってくるからさ、バロンの言ってたそのなんだ、ああいう風に奴隷にしないと殺し合いを始めるっていうのはあながち間違ってはいないことなのかもしんないな。うむも言わせてくれなかったし。近づいてきたけど、この辺に敵は潜んでないか。視界が悪いんだよな。おっとっとっと、こいつら襲ってきたら嫌だから先に引いといて。アルチョム、行き過ぎだ。はい、そんな気がした。降りとこうかな。おお、いたいたいた。準備はいいか。水も切れたが、みんなはまだ大丈夫か。お前がいない間に少し偵察してきたんだ。水を盗む。もう分かってるとは思うが、水場には裏から忍び寄るぞ。ギウルによると以前は大勢の人がこの洞穴に住んでいたらしい。実際に本物の町があったんだ。だけど間欠泉が噴出して避難する羽目になった。行くぞ。よっと。おお、洞窟まみれ。というかここ以前来た場所か。もう後には引き返せないぞ。もう少し登って周りを見渡してみよう。ちょっと違う。洞穴は行き止まりだ。これは近接戦と接近戦が頻発しそうな雰囲気だ。
ごい。すごい音だな。うわ、洞窟か。あれはなんだ。おお。コウモリめ。ここはめちゃくちゃだな。出発した時には自分の親戚のものとは言わないまでも仲間のものを見つけることができると期待してたが、現実を知ると辛いな。水は湧き出てるな。水だよねあれ。ゆっくりゆっくり。よし。よし、入り口に着いた。あ、水じゃない。フラッシュライトを充電して、フィルターと装備を確認しろ。何か感じる。正体は分からんが。くそ、ビビる必要なんてないんだ。おい、手を貸してやろう。センキュー。水回収だ。フィルター残量あったかな今。おーい、脆い。ライトでもいいけど、前回手に入れたこれでも。何も見えない。うわ、あ、フィルターがいるな。待て、マスクをつけろ。ナイトビジョンもいいけど、やっぱりライトかな。本当に戦争のせいで人々の生活は石器時代に戻っちまったんだな。洞窟の壁画とか。しばらくはここで耐え忍んでたんだ。もっと早くここへ来ていれば。何も出てこないでほしいな。くそ、崩落してる。だが俺たちはついてる。なんとか通れそうだ。今フィルター作れたかな。ちょっと作れた。気持ち程度。うわぁ、飲める水には見えない。どれくらいの人が住んでたんだろうな。かなり作り込まれてる。回り込もう。はい。本当にこんなところに飲み水が置いてあるのか。バロンとかの連中が待ち伏せしてそう。くそ、あっち。で、たくさん生体検知してるぞ。カメレオン。あ、違う。またフィルターが。フィルター交換。ショットガンできてよかった。フィルターの持ちが心配だな。これで全部だな。さあ行こうか。ガンガン進んでいこう。フィルター残量がちょっと怖い。
3体。おお、もう飛んだ。ここ油がね充満してるからそりゃ燃える。めっちゃいるな。おっとっと、待て、このマスク割れたら困るんだ。リロード、頑張れダミール、やめろ、レンガを投げてくるな。フィルターゲット、長居はしたくないな。水場への道だ、行こう。あ、違う、あ、いつもこれフィルターとマスクの着脱間違っちゃう。また崩落してる。オッケー、見ろ光だ、ここだ。お、早いとこ行こう。どうやら空気は問題なさそうだ。オッケー、マスクを外そう。おお、ここか、組んでるね。連中に完全に服従してるらしい。だからなるべく穏便に行こう。不必要に血を流さずに。奴隷たちに罪はない。見ろ、水だ。あの車が見えるか。俺はあの後ろに隠れよう。ゲートはあの塔で制御している。お前がゲートを開けたら俺は車を飛ばしてくぐり抜ける。そしたらタンクの上に飛び乗れ。了解。幸運を祈る。それとくれぐれも奴隷たちは殺すなよ。いいな。はい。ダミール、その巨漢でフットワーク軽いな。よし。あそこにいるのが奴隷だよな。よし、それじゃあ今回ここまでにして。必要な水はもう目と鼻の先だから、あとはこれをこっそり取っていこう。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。